未来の女性。城郭の一方に大きな火の柱がぐわっと立ち上った。駆け向かっていった長政は思わず片手で顔を押さえた。何か火炎の翼を持った木片が熱風のつむじとともに危うく彼の顔をかすめ、後ろへ飛び去ったからである。殿、殿、お殿つかまつります。小姓の浅井お菊、川瀬丹座、脇坂佐助などが後に続いてきた。お菊、今朝は持ったが持ちました。よこせ。長政はそれを取って平と鎧の肩にかけた。もうもうと濃い黒煙が地を張ってくる。もう眼前の事実だった。はや城内には一番乗り二番乗りと名乗り続けて我先と争う敵の先兵が入り込んでいるのである。火は本丸の太刀にも燃え移っていた。大日差しの問いを走る火の速さといったらない。長政はその辺りをくぐってくる一体の鉄兜を認めて、寄せてだ、いでと不意に横を襲った。赤尾新兵衛、浅井岩見、その他の側近や一族も彼と前後して敵へ当たった。炎の下、黒煙の中、甲冑は鳴った。槍と槍、刀と刀とは噛み合い、わめき合って瞬く間に死者と手負いのみが大地に残る。城兵の大半は長政に従って皆存分に戦い、それぞれ華やかな死を遂げたという。後の半数は手負いやら行方の知れぬものであった。捕虜となった者も自分から降伏して出た者も極めて少なかったというのを見ても、小谷の城の最後は越前の朝倉や京都の久保家のごときものではなかった。彼を妹婿として選んだ信長の最初の目は決して誤ってはいなかったと言えるのである。なおその夜、お市の方、また小さい子たちを戦火の中から救出した藤吉郎と藤掛三河の神たちの苦心も戦闘以上であった。寄せ手がもう一時半も彼の出てくるのを待っていてくれたら、やすやすと城外へ連れ出されたのであるが、何分にも本丸の太刀を出る時からもう城内は火となり接戦となっていたので、4人の幼子を守って出るだけでも大変だった。血のみ子の末の姫は藤掛三河の神が鎧の上に背負い、次女の初姫は森役の中島左近が背に負った。そして万寿は同役の小川伝四郎が鹿と背に言いつけて立ったので、木下藤吉郎も上の姫の茶々に背を向けて、いざ私へと進めたが、茶々は嫌がってどうしても母のお市の方のそばを離れないのであった。お市の方も話ともないようにそれを抱えてうろうろしていた。藤吉郎は二人をもぎ離して、おけがでもあってはなりません、頼むぞと、それがしへ仰せあった長政殿のお言葉に対しても、いざ私のせいしっかりと。優しくいたまってなどいられなかった。彼の言葉は丁寧でも彼の語気は怖かった。お市の方は茶々を抱いて彼の背に託した。おのおのお支度はよいか、必ずこの木下のそばを離れぬようにしてください。お市様、お手を。藤吉郎は背に茶々を覆い、片手を出してお市の方の手を引いて真っ先にそこから走り出した。お市の方も転ばぬばかりに続いて出たけれど、藤吉郎に引かれた手はすぐ無言のうちにもぎ離していた。そうして彼女は母らしく後や先の子たちに心を惹かれながら修羅の中を半ば狂気したように急いでいた。虎御瀬山の陣地から北の神山田の方まで本営を進めて、信長は表を焼くばかり近い小谷の落城の日をじっと見守っていた。三面の山、谷間、皆赤い。城は巨大な溶鉱炉のように雄たけびのたぎりを上げている。その火花がやがて黒ずんできて弱まるとき、すべてのことは終わるのかと思うと、信長は
バカなやつと妹の運命を泣かずにいられなかった。比叡前山の伽藍仏塔も相続のおびただしい生命も家中に見て冷然たるものだった信長の目に今は涙がある。比叡の殺戮とは比べ物にならないたった一人の妹のために知性と本能と二つを持つ人間には誰にでも矛盾はある。だが信長とすれば比叡の焼き討ちには大きな信念があった。あれだけの命を殺すにはあれ以上無数な世の命に後々までの幸福を誓いうるだけの信念を持っていたのである。要するに大乗の精神を持ってしたのだ。浅井長政に対しては何らそういう大意義がなかった。長政が症状的な義理や感情で戦ったと同じように信長の戦いも症状的にならざるを得なかった。長政さえ将棋を捨てて信長の大義を返してくれたらよかったと信長からは言えるのであろう。なぜならば彼はおよそ長政に対しては最後まで寛大と考慮の猶予を与えていたからである。それも程度がある。今宵はもう彼が許そうとしても周囲の幕将たちが許さなかった。甲州の信玄は死んだと言っても彼の諸将毛兵はなお健在である。しかも一子武田勝頼の俊英は信玄以上という評さえある。長島の門徒軍も決して下火になっているわけではない。ただ信長の砂鉄を伺っているものだ。遠く越前をさえ一気に攻略しておきながらこんな北近江の一極部にのめのめと超人を据えているなど実に愚と言わなければならない。こういう諸将の論や諫言の出る軍議の席では信長もお市の方のことなどを連々と口には出せなかった。で最もよく自分の愚かな一面も知っている藤吉郎を今日限りの使いとしてと城内へ差し向けたわけであったが、まだ明るい頃吉報の合図があったにかかわらず黄昏れても世に行ってもそれきり用として沙汰はなかった。敵に図られたのだろう。殺害されたと見える。この虚に敵は何かきっと策謀しているに違いない。寄せての諸将は奮撃した。また疑うのあまりひしひしと城塁へ迫って口合戦をし始めていたりした。およそ夕刻頃にはすでに一触即発の危機は醸されていたのである。これまでと信長も思い切った。そしてついに総掛かりの令を発したのであった。だがそう決した後も藤吉郎を犠牲にしたかと考えると痛恨に耐えなかった。その痛恨は合わせてお市の方の上にかかった。あれほど出城の機会を与えてやったのにと彼女の定説を彼の肉親的な感情ではどうしても称えることができなかった。ところへ黒脅しの具足をつけた一名の若者が引っ抱えている槍の穂先がほとんど信長の身に触れるくらい向こう水にかけてきて、あ、殿と急に立ち止まって息をあえいだ。下におれ、槍を後ろへ置かんか。信長の周囲から眠つけられて若者はべたっと大地に座った。ただいま主人藤吉郎がこれへ参りまする。おつつがなく城中を出られて。何、藤吉郎が戻って参ったと。はい、一人でか。信長の尋ねようは急だった。若者は初めて気がついたように自分の口不足を慌てて言い出した。城内からお市の方様、また小さい和子様たち、おいくたりも背に縛って浅井の森人三四名の衆とご一緒に。信長は身をゆすぶった。そういないか、見たのかその方は。我々どもの人数で途中からお守り申し上げ、はや焼け落ちるご城門をまっしぐらに外まで駆け出しました。どなたも痛くお疲れの体ゆえ安全なところでしばしお水などを差し上げておりまする。そうか。その間寸刻たりとも我が君におかれてはご通念に違いない。
先へお触れ申し上げいと主人藤吉郎の言いつけによって急いで駆け参りました。そうか、はあ、と信長はなお口の内で繰り返して、してその方は藤吉郎の家中で何というものか。小将頭堀尾茂助にござりまする。行き届いた使い大義であった、しばし休め。ありがとう存じますが、今なお合戦の真っ最中、御用の済みました上は、と茂助はすぐ後へ取って返し、遠い武者越えの中へ駆け込んでいった。全くの天遊じゃ。信長の脇で誰か太い息と一緒につぶやいた。柴田勝家であった。丹羽八谷佐久間などの諸将も、図らずもお喜びごとご満足にござりましょう、と口々祝福した。その中に一脈の感情も言葉なく流れていた。藤吉郎の功をそねむ者と一度信長に断念を進めて総攻撃の機を早めさせた人々だったが、何しても信長の喜びは覆いようもない。彼の上機嫌はたちまち威迫を陽気にどよめかせた。助才ない柴田勝家は画を述べるに気を取られて、誰もまだ気のつかないうちに、その辺りまでお出迎えに参りましょう、と信長の許しを得、従者を連れて駆け下りていった。そこは石ころの多い沢の急半にあたっている。やがて信長の待つ妹は藤吉郎その他の者に守られて、坂の下から彼の仮陣屋のある高地へ登ってきた。一小隊の兵が前に立ち松明をかざしてくる。その後から藤吉郎は茶々を背負ってあいぎあいぎ歩いてきた。信長は何より先に藤吉郎の額に光っている汗を松明の明かりに見た。次に敵の老将の藤掛三河の神と森役の人々が各々の背に和光をおぶって上がってきた。信長は黙念その子たちを一人一人目に迎えていた。しかし何の感情も彼の表にはまだ動き出さなかった。少し途絶えて20歩ほど間を置いてから柴田勝家が登ってきた。勝家の鎧の肩に白い手がかかっていた。お市の方の手であった。彼女は半ば喪心していた。敵将の夫人とはいえ主君のお妹なので、労働の手を借りては非礼に当たると、勝家はあえて周囲に断って彼女の懐を我が肩に回し、一歩一歩もいたわりながら一番最後に登ってきたのであった。ご陣所です。お市様、お兄君はもう目の前においで遊ばしますぞ。勝家はすぐ訓前まで歩いてきて、そっと彼女の懐を肩から外した。意識が帰るとお市はそのままおえつし続けた。女性の泣き抜く声は一瞬先人の物音も奪ってしまった。あたりの諸将も腹渡をかきむしられたが、信長のみはどうしたものか急ににがりきっている。あれほど愛して実にたった今しがたまでも案じ抜いていた妹であるのに、と諸将は彼が狂気してお市殿を迎えてやらないのが不審でならなかった。何が見景色を損ねたか。藤吉郎すらふと下せなかった。信長の側身が常に苦しむのは主人のこうした気心の変わり方である。その栄冠な顔色を見ると皆沈黙を守り、沈黙の中にただハラハラばかりしているので、当人の信長も容易にまた機嫌を直すことができかねてしまうのであった。その機微を読んで気難しく閉じられた信長の眉をほぐす者は自身のうちでもそう大勢はいなかった。藤吉郎と今ここにはいないがお気に入りの明智光秀ぐらいなものだった。藤吉郎もしばらく見ていたが、誰もこの場合を和めようとする者もいないので、ついとお市の方のそばへ寄って泣きあえぐせいこう言った。ささ
御方、おそばへ進んで杉越方のお話やらこの度のお礼をも仰せなされませ。ただ嬉し泣きにばかりくれておいで遊ばさずと。どう遊ばしたのです、ご兄弟の御中ではありませんか。がお市の方は何としても動かなかった。兄の信長に顔を上げて見せなかった。明らかに彼女はまだ夫の長政を忘れかねていた。長政を思う時、信長は夫を滅ぼした敵将となり、身は敵陣の中に恥ずかしめられている捕虜に等しい心地がするのだった。信長は一目見て妹の心がすぐ分かった。そうして妹の安全に満足するとともに、兄の代愛を返さない愚痴な女心が抑えようもない不満となって、何か面倒くさい気持ちすらじりじり起こってきたのである。藤吉郎。はい。放っておけ。いらざることを言わんでもよい。信長はつと将棋を立った。そうして一方の陣幕を払って、織田にも落ちたなと火の手を眺めた。城を焼く火も底の完成も下火になって、峰や谷には残月の光白く夜の明けるのを待っていた。ところへ一手の将と部下が勝ち時を包みながら駆け上ってきた。そうして信長の前に浅井長政以下の首を披露した。お市の方は身もだえして泣き声あげた。母に取りすがって子たちも泣き出した。すると信長は大喝を発して、うるさい、幼い者たちを抱いてあっちへ行け。勝頼は、そちに預ける。お市も幼い者たちも早く目に見えぬところへ連れて行け。彼は何の矛盾も感じることなく、そう大声で言って、そして次に藤吉郎を呼び立て、浅井が城の後はそちに与える。後の始末姿勢何かと心して守れよ。彼は落城を見届けるとすぐにも岐阜へ帰るつもりらしい。お市の方も泣く泣く麓へ助けられていった。やがてこの女性は後に勝家の室に化した。もっと不思議な将来を身に持っていたのは、その宿命の母と共に戦火の山を降りた三人の幼い姫たちであった。すなわち長女の茶々は後に大阪城での淀君となり、初姫は京極高次の室となった。そうして一番末の姫は二度化して二度夫に別れ、三度目に徳川二代将軍秀忠に嫁いで家光を産み、東福門院を産む太閤に巡り合った。